今回はいつもより試合のテンポがかなり早いので乗り遅れないようにご注意ください。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんおいっす、マリサだぜ。やっぱろう、霊夢よ。今回の質問はこれだぜ。世界戦闘予格はどのくらい？あらら、打ち間違っちゃったんだな。これってどっちも答えた方がいいかな？まあ、そっちの方が確実だわな。それじゃあ、私が調べたところですね。世界最強の戦闘機は F106 だそうです。また、世界最大旅客機はエアバス A380 の800で850人だそうです。いや、どっちも答えるってそういうことかよ。え？だってこの人は世界最強の戦闘機か世界最大の旅客機について知りたかったんでしょ？もうこのコーナー打ち切りにした方がいいよ。気を取り直して試合の方を見ていくか。お相手は剣だから近づかれないようにって感じね。ふっふっふ、空前で差し込んでくるのはお見通しだぜ。なんせ私も剣使ってる時は空前を通したいからな。ちなみに今回の動画は試合が進むにつれてどんどん短くなっていくから、最終的にどのくらいの時間になるか予想してみるのも面白いかもしれないぜ。DA で出してー。ドッカーン。いやー、なんかもう崖横スマって強いのかもしれんな。最近そういう錯覚が半端じゃないんだが。ふう、危ねえ、霊夢みたいになるところだった。ただ綺麗に下 D もらってバーストしてるけどね。上スマしたら、引きますよねー。おっと暴発か？さすがに帰ってくるか。横強で出して。なんちゅう悪質なに聞いた。下 D でも耐えられんぞ。くらえ。くっそー、今の決まったら絶対動画化だったのに。こんな地味なバーストになっちまった。そんな悔しがるレベルじゃなくない？任務完了だ。それじゃあ2戦目行くぜ。お相手はガノンね。いやほんとしれっとやってるけどマジで即キャッチミスらないわね。実戦でしか練習しないとは言ってるがさすがにこれはトレモで練習したな。ただ何が強いのかは実戦でやっててやっとわかった感じだがな。おっと、グーへと相打ちなのか。意外と判定強かったのね。全部最弱クラスかと思ってたわ。弱いのはクエヌとクー下が代表格だな。火力の割になんでだ？って思うレベルだけどな。あ、ここじゃ捕まっちゃうのね。おお、クエヌ思ったより優秀だな。これで終わりだ。ぬわぁ、滑った。せっかくのチャンスだったけど滑り落ちて台無しに。ひぃ、おっかねぇ。ニキータは釣りぐらいに使えばいいや。そうそう、さっきはこれがやりたかったんだぜ。ぬわぁ、また滑った。その滑るやつも狙ってやってんの？とにかくバーストできてよかったわね。えらい掴んでくるな。空母で差し返そうとしたものの上スマでバーストね。まあ今のはちょっとしょうがないかな。ここは掴める。でこっち。起き上がり攻撃を待って、DA で崖に、そしたらよく見て、ここだ。垂直に急降下しながら空前メテオ、結構当たるもんだな。まあ今のはガン見して思いっきり狙ったが。いかん、もう一回援護区開く。DA して。あ、もう終わりかと思ったわ。いや別に毎回全部当ててるわけじゃない。あ。横スマって強えな。絶対関係ないでしょ。それじゃあ3戦目行くぜ。お相手パルテナね。っていうかもう3戦目なのね。めちゃめちゃ早いじゃないの。もろもろヒットして火力がめっちゃ美味しい。手榴弾から人伸びしてくる火力が本当にすごいわね。慣れるまでは本当に大変だけどな。自爆ばっかりだったがやっとまともに扱えるようになったな。あや、撃ち落とされるのか。手榴弾。いやえぐいえぐい、なんちゅう当て方してんのよ。本当は単に C4 を置こうと思ったんだが想像以上にうまいこと言ったな。おっとそれは逃さねえぞ。崖の2フレームに空母の持続当てでバーストね。今のは受け身取られなくてよかったぜ。っていうか持続長すぎて気づかなかったんだろうな。甘い。またやらかすかと思ったけど当たらずね。やらかすってなんだよ。こっちは崖横すましてるだけだろ。あ、どうもこんにちは。いや危なかったわね。お相手完全に様子見してきたわね。ちょっと反応が遅れたおかげで助かったな。差し込みを返していきたいがさすがの性能だな。ここはちょっと待ってみようか。お、ラッキー。ニキータですら2フレーム当てていくの。それでいてニキータで釣って下スマでバーストね。かなり綺麗に決まったな。バーストせずにミスト落とせたのはかなりでかいわね。
ここまで来れれば無理しないでいいから簡単に火力だけ取っていこうか。残りのストックで押し切れればいいって考えね。これで無理してバースト急いでも意味がないからな。無理に押し切ったっていいことないしな。それで負けたら気持ちいい。言ってることとやってることがめちゃくちゃよ。悪い、我慢できなかった。任務完了だ。それじゃあ4戦目ね。相手はピットレだな。開幕から殺意がえげつないわね。危ね、下手したらバーストしてたわ。おお、地味だけどちゃんと内から回避ね。ここはニキータ。お、いい当たり、横Bしろ。ウェディの復帰が思ったより低かったのね。自分で言うのもなんだが、あんなに殺意マシマシで来られてたらかわそうと思うだろうな。危なかったけど先行できてよかったわね。飛び込むのはいいんだが、さっきみたいな事故死だけは本当に注意しないとな。いやはっや、誰も見えないわよ。もうちょっとヒット思ったがそうでもなかったな。あ、ガード離しちゃった。アップ、当たらなくてよかった。よし、横強が通ってよかった。さすがに下スマは当たらず。うお、ずっしょ、腹式した後の横強ってそんなに飛ぶのか。とりあえず動かないでいいや。それはラッキー、当たれ。おお、飛び込みに効いた。それじゃあもう一回。おっと、上がってくるのね。それじゃあ前に、そして様子見してから。ここ超シンプルにに効いたバーストね。これだからに効いたは強い。それじゃあ珍しい5戦目行ってみるぜ。お相手はガノンね。早速手榴弾クエヌをお見舞いしてやろうと思ったが逆だった。そこで掴み、いや天才だが突撃はわかってるぜ。 C4 からですらそうやって何かを狙っていくのね。距離が空いたらこっちが圧倒的に有利だから近づくまで待ってればいいな。ふう、やっとできた。と入っても別にすごいことじゃないんだがな。これはいける。惜しくもウェディに捕まり阻止とはならず。その後のクエヌも許されんか。そこで上澄ましてくんの。ニキータで崖メテオになってバーストね。なんかさっきからこういうせこい方法でしかバーストしてない気がする。せこいのかしら、普通に上手いだけなんじゃ。いや何それ、どういうことなの。いやいや何それ、こっちこそどういうことなのよ。後ろ投げく前、よく入ったな。よし来た、流れ乗ってきたぜ。DA で突っ張って、ここだ。こっちの方がセコいんじゃ。当てんのクソむずいから。まだまだだな。それじゃあ怒涛の6戦目だぜ。お相手またもガノン、っていうか同じ人じゃない？どうなんだろ。私基本的に連戦しないから違うとは思うけど。あ、こっちには来ないのね。それは偉い。手榴弾あるぞ。クエヌがすっぽ抜けたものの DA でリカバー。先に置いててもさすがにガノンの食う前には勝てんな。それは甘い。お相手まだジャンプは残ってて復帰はできそうね。サイファーが嫌がらせしてくれてさりげに崖展開だな。一発あると嫌なんだが。お、綺麗に後引き借り。上スマ手榴弾に聞いたで読み合い仕掛けるか。ガードを読んだまでは合ってたけどちょっとだけ遅かったわね。ひえー、怖っ。ジャスが、でお、手榴弾はしゃぎすぎだ。の割に食う上までの選択早すぎる。くっそー、めっちゃシンプルに読まれた。クエヌは当たらんが、DA、回避してこい。そしたらもちろん。これはいいねー。リアルで横で見てましたがあまりに綺麗で二人とも拍手してました。まだまだだな。それじゃあ7戦目かな。もう多くて覚えてないわ。さすがにこれでラストかな。最後までバチッと決めてやるぜ。手榴弾クエヌから DA で空中攻撃誘って。おお、食う前だけじゃないのね。今のは一回台上に上がって安心したんだろうが、本命は無防備な復帰を借りたかっただけだからな。にしてもクルールをこのスピードでバーストさせるなんて。言うてさっきのガノンは5秒くらいだけどな。あとはなんか暴れてくるのをさばいていけばいい感じかな。と入っても崖展開であまりよろしくない感じに。危な、読まれてたんか。くっそ、それにリスクつけるために反転手榴弾してんのに。さすがにイチストみたいにサクサクいくのは偶然だったのね。それはどうかな。
今回は気持ちいいバースト量産してやったぜ。多分この動画を見てる人の大半がスネークの強みが何なのか忘れてそうね。というわけでスネークだって早期バーストできる、第2弾でした。第1弾は概要欄にあるからスネークでも爽快感あるプレイが見たいっていう人はぜひとも見てみてね。自分の動画を宣伝できた頃で今回はここまでだぜ。この動画はいかがだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録して待っててくれだぜ。それじゃあまた別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。いやー今回もまた思いっきり暴れてやったぜ。この前試合を横で見てたけど本当に狙ってやるのね。正直今回の動画の立ち回りはあんまりおすすめできないんだけどな。グー前と横スマが全く当たりません。っていうコメントがたくさん来そうね。いやそんなのわからんって。だって普通に当てるような技じゃねえもん。え、マリサがそれ言っちゃうの？